ようこそテラドラマチャンネルをご覧の皆さん、河合隆打楽器担当です。本日もよろしくお願いします。今日はですね、何をやるかというと、初心者からリクエストが非常に多かったドラムのセッティング、こちらについて、まあ初心者に分かりやすく最初にスタジオとか行った時にやれるようなのを説明しようかなと思います。よろしく。ではまずはですね、椅子の高さ。じゃあまあだいたい最近の椅子はですね、回すと上がったり下がったりします。ちょっと覚えておくといいんですけど、まあネジがここにありまして、これを緩める、そうすると回るようになってるんですね。時計回りに回すと下がる、で逆に回すと上がる。このネジの見ると、これで締めたりすると、締めると回らなくなったりするんで、椅子の高さはどれがいいっていうのは別にないんですよ。低いのが好きな人もいるし、高いのも好きな人がいるんで、どれが正解っていうのはないんですけど、まあ一番最初にやりやすいっていうのを説明しておきますね。これはまあうちのデラドラム流ですけど、大体膝構造あるでしょ、この膝構造の上ぐらいの座面が乗っかるぐらいがいいかなと思います。高くもなく低くもなく。でドラムに座るときはこんな感じ、浅掛け、軽くこう深く腰掛けずに浅く掛けて、足重心が乗るような感じになっております。はい、なのでこれ椅子は高さはこんな。はい、次行きましょう。じゃじゃん、ペダルね、ドラムのペダル。だいたいまあ最初から買う人はなかなかいないんで、スタジオに据え置きのやつを使うと思うんですけども、これもわかんない、もうただ置いてあるだけっていうふうにみんな思うんですけど、これは実はネジではめるんですよ。でこれどうなってるかというと、ここに、このね隙間があるんですよ。これ見えますか？ここをバスドラムの、バスドラムっていうのはこれね、このフープっていうのがこれあるんですけど、ここに挟み込むんですね。でここでがっつり挟んで安定させる。こいつはこう置くでしょ、見えますか？でこれちょっと持ち上げるんだ。そう、今日はねアシスタントにね、カメラマンついてもらってるんで、多少揺れてきたら疲れてるんだなと思って、頑張って、こうはまるんです。これ見えました？バッチリですか？ここの隙間にこれをはめる。でここのネジ、まあこのネジはここだったりいろんなところにあるんですけど、これ締める。そうするとさっきのやつがフープにはめ込んで、これが安定するというところで音が鳴るという。はい、これペダルの付け方、これもぜひ付け外ししてみるといいかなと。そして椅子が、まあ椅子をこれ最初正面に、バスドラムの正面にこうやって置いちゃうんだけど、これ意外と踏みにくいんで、ちょっと左にね寄ります。スネアの側に、で右足がこんな感じ。はい、ではこれ椅子が決まったんで、スネアドラムですね。これスネアスタンドに乗ってるんですけども、スネアはまあ自分の目の前一番いっぱい叩く楽器なんですけど、こういうタムとかバスドラに当たらないような高さね。まあ俺的にはへそのラインがこの中心のちょっと下ぐらいに来る、これぐらいが叩きやすいかなと思います。スネアスタンドはまあ見ると多分分かるんです、ここが明らかにね段差があるんで、これで高さを調整できます。これネジだったりこういうタイプだったりいろいろあると思うんで、まあ自分のへそよりちょい下ぐらいがスティック的に当たりやすいかな。スネアはこの時だ、意外と単純な。であと角度がこれね変わるんだわ、こういうこのスネアがね、このでこのスネアの角度っていうのは最初すごい斜めに従う人がいるんですけど、実は水平気味の方がやっぱいい音が、スタンと叩いたやつが真ん中にいるんで、なるべく水平にした方がいいんですけど、そうするとここが当たって叩きにくいんで、まあ、若干の角度をつけると、手前に落とす、これがまあ基本のやり方ですね。で、これちょっと特殊だったな、ストレイナーね、ストレイナー特殊なんですけど、スナッピーが後ろに走ってるんでストレイナーをつければ音が鳴るっていうことね。でポイントはここで一つあって、スネアの真正面にドラム椅子を僕は座ることをおすすめします。なのでそうするとちょっと後ろから撮ってもらっても分かるんですけど、ペダルに対して足が若干こうちょっと斜めなんですね、こうね、この方がスネアが前になって叩きやすい。でタムも意外とこっち後で置くんですけど、あこれタム置こうかな、じゃあこのフロアタム、ついでにその位置の設定説明するんですけど、スネアの横にね置くこれフロアタム、まあこれハイタム、ロータム、フロアタムって言うんですけど、フロアタムは3本の足で固定されてるんですよ。でその高さをまあ叩く側をちょっと低くするね、こっち側をね、
で残りの2つがちょっと上がってる。でポイントはこれスネアとフロアタムは同じ高さにすると横の移動がスムーズに、ね、なります。だからここはなるべく同じ高さにしとくといいかなと思いますね。これでこれスネアの正面に座るって言ってじゃん。そうするとこっちがね広いんだよ実はね。ちょっとこっちに座ってるからここが広くて叩きやすい。たくさんの人がおよそこうバストレの前に足をこう垂直に座ると思うんだけど、そうすると意外とここが窮屈なの。ここはこの辺がね窮屈なの。だからこれをほんの5センチ見てこっちに移動することで広くなる。これはすごい。これぜひ実践してほしいですね。でハイハットハイハットいきます。手大丈夫ですか。手大丈夫です。心の声が漏れましたね。はい、でこれちょっとハイハットはまあ難しい。でこれはこれだけでねすげえもう一日説明できるぐらい難しいと思うんで、まあ省きます。とりあえずセッティングなんで今日は3点ね。これペダル同じように踏んで、3点の足で、固定されてるんで、この3点の足がスネアのスタンドとかとうまく当たらないようにセッティングしてもらう。これも一つポイントが、さっき言った、右足がこの角度で入って、右足は奥、ペダルは奥の方で踏むとすごい踏み幅が増えるんで、若干手前の方を踏むんですよね。手前の方ちょっと余ってるんですよ。こうありがとうございますね。こんな感じで踏むんです。で左足はどちらかというとがっつり前まで行くんですよ。なのでこの左足の前一番トップのここですね、このラインとこの右足の踏んでるラインがちょうどこのスネアをまたいでまっすぐになってるぐらいがいいかなと。そうだ、若干こっちより。そうするとフロアの中心、スネアの中心、これ一直線でちょっとハイハット上に上がってる、このラインこのラインこれがすごい私のおすすめする講師歴30年超えてねセッティング、まあ未だに悩ますけど、まあマイブーム的な今はこれが一番しっくりきてるかなという。でこのハイハットの高さなんですけども、これは上のネジをまあ緩めると変わるでしょ。でこれも明らかにここに段差があるんで、ここをやれば高さが変えれるわけですよ。これめっちゃ硬い、これこれこれがこう変えるわけね。でこれはこれはどういうことですか。よいしょ、はい、はい、ハイハットはまあ右手で一番こう叩くんで、自分の腕の長さはみんな違うと思うんで、肘から自然に引けるぐらいのラインで、高くやる人もいるけど、まあオーソドックスなのはこう自然なライン、低すぎるとここが当たるんで自分の肘ストンとこうこのぐらいのラインにちょうど持ってくる。で左手ここは狭すぎるとこうね当たっちゃうんで、ある程度高くした方がいいです。初心者の方によくおすすめするのはスティックで大体こうね、僕はビッグファースを今日使ってるんで、このビッグファースのクビッグぐらいかなみたいな、といつも大体これでこう同じぐらいのラインでいける。だからスティックで1個サイズが分かるようにしとくのも手かなと思います。そしてハイハットはこれね、簡単な開き方を教えておくわ。上のハイハットがネジが多分ずれてるんでこうなるじゃん。ここにスティックを入れるので、下ろす。で足は踏んでない。でこのままこのネジを締める。でスティック抜くと開いてる。これ簡単、これ簡単、こうやってやれば開けるなるかな。こうするとこういう風にね、で足もこういう感じで、16ミリといった時も高すぎるとやりにくい、肘の高さに合わせておくとやれるかなと思います。どうでしたかね。全然説明完璧、ありがとうございます。こういう感じでセッティングしていただくと、まあノーマルな感じで非常に叩きやすい感じでスタートできるんじゃないかなと思います。はい、何かこれで質問がありましたらコメント欄とか概要欄を見てもらって、また書いてもらえればいいかなと思いますけども、最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。打楽器担当寺ドラムチャンネルでした。バイバイ。